竜の章のラスボスを1ターンで倒す方法を紹介します。もちろん難易度はノーマルですが、普通にやると1時間ぐらいかかってしまうので、この方法でサクッと倒すのがおすすめです。ラスボスのネタバレがあるので、まだの人は注意してください。では構成の紹介に移ります。まずユニットはリュールとパネトネがアタッカー、エルとセアダスが最高同補助、あとは竜の呪い役で合計5人です。リュールはスキル、予想と力プラス2のみ必須です。合計 2000SP で済みます。パネトネはスキルなしで、アラドガルのみ威力レベル2にしてあります。あとのメンツのスキルと装備は何でも良いです。紋章師はリュールがマルス、エルがベレト、ゼルコバがカムイ、パネトネがエーデルガルト、セアダスがシグルドです。カムイ役は竜のロイが使える絆レベル8まで上げましょう。パネトネは武器シンクロクラスがある絆レベル17まで上げましょう。セアダスのシグルドは再移動用です。必須構成は以上です。簡単に揃えられると思います。構成が用意できたら初期配置も調整します。こんな感じで配置したら、あとは手順通りに行動すれば倒せます。ではやっていきましょう。消すやつを言え。元の世界が懐かしい。ボスの左側に移動してマルスのスターラッシュを使う。感謝するぞ神竜、貴様が来たせいでこの世界は滅ぶのだ。そうです、あの腕輪の封印けれど、よまいごとを。あの人は全て滅ぶこと、私はそれを伝えます。ユーラの横に移動してエーデルガルとエンゲージの無残を使う。1マス移動して無惨を使う。間に入ってベレトエンゲージの女神の舞を使う。パネトネで無惨、構成はブログにも書いておくのでまた見てください。ご視聴ありがとうございました。